坂木,坂木原貞之、坂木原貞之、坂木原貞之、1943年3月22日体は、日本の実業家である。現在、一般社団法人日本経済団体連合会名誉会長、東レ社友、東レ株式会社代表取締役社長、取締役会長、相談役最高顧問、特別顧問、日本経済団体連合会会長、 第四代、日本科学繊維協会会長、日本赤十字社副社長などを歴任した。神奈川県横須賀市に生まれ、愛知県北郡三浜町で育ち、三浜町立野館中学校、愛知県立半田高等学校を経て、名古屋大学に入学した。1965年に、名古屋大学工学部応用科学科を卒業した。1967年に、 名古屋大学大学院、工学研究科応用科学専攻修士課程を修了し、工学修士、名古屋大学、1967年号を授かる。名古屋大学第十二代総長の平野真一は、半田校から、明大大学院までの同級生で、大学寮の部屋も隣同士の間柄だった。百六十七年に、東洋霊園へ入社して、主に経営企画畑を歩み、 経営企画室長、技術センター所長、副社長を経て、2002年6月に、東レ社長に就任し、最高執行責任者も兼務した。2004年6月からは、同社最高経営責任者も兼務した。社長就任後は、炭素繊維等の先端材料を手こに、同社の業績拡大に取り組み、2005年3月期に、同社の経常利益は14年ぶりに過去最高を、 更新し。他社でも2010年に、商船三井取締役、2012年に日本電信電話取締役、2013年に、日立製作所取締役を、教育、研究機関では2004年4月より、国立大学法人名古屋大学、経営協議会委員、2006年11月から、中央大学大学院、総合政策研究科客員教授を、 公的機関では2008年1月から内閣府総合科学技術会議議員、8月から内閣官房高度人材受け入れ推進会議議員をそれぞれ務め、2013年1月8日から産業競争力会議民間議員、2014年9月16日から経済財政諮問会議民間議員を務めている。2014年5月に全任の玉を公平に継ぎ、 日本科学会会長、6月3日に、前任の米倉広正に次ぎ、日本経済団体連合会第4大会長に就任し、経団連会長職に専念するため、東レ会長に留任しつつ同社大権のみ返上した。2015年6月に、東レ相談役最高顧問に就任する。2017年6月に最高顧問を退任し、相談役に就任する。 2018年、特別顧問に就任。2019年、特別顧問制度が廃止され、退任。これまでの業績が評価されて各国から、マレーシアペナン州のダルジャー・スティア・パンクアン・ヌグリ勲章。2010年4月に、大韓民国より、均等産業勲章。2012年6月に、エストニアより、2013年1月に、フランスより、 レジオンドヌール勲章シュバリエ賞、2014年2月に、イタリアより、イタリア共和国功労勲章グランデウフィチャーレ賞をそれぞれ受勲した。韓国へ2018年までに3000億ウォン、約300億円を投資する計画を立てている。2014年1月27日、経団連会長内定時に、今まで以上に、韓国、中国との関係を強化していきたい。 アジアや経済協力開発機構、OECD 諸国並みの25%の法人実行税率、法人税減税確実に早期に達成してほしいと述べた。2013年2月18日、第2回産業競争力会議で原発を早期に再稼働させることを新たなエネルギー基本計画に明確に反映してほしい。原発の再稼働が停滞すると、 電気料金の値上げ幅が倍以上になる可能性。これは経済成長を阻害する大きな要因となるため、早期再稼働は産業界にとっても国民生活にとっても極めて重。と述べた。2014年7月8日、女川原発の膨張抵工事などを視察した後、安全が確認された原発は速やかに再稼働すべきだ。国民全体の願いでもあると述べると、 早期の再稼働が必要との考えを改めて強調した。2013年2月26日、第3回産業競争力会議で、安倍総理が今回日米首脳会談において、日本の TPP 交渉参加への大きな道筋をつけていただいたことに対して、産業界としても心から敬意を表したいと思うし、高く評価したい。2020年を目標に、 アジア太平洋自由貿易圏を完成させることが待たれているが、その目標に向けてのワンステップが今回の TPP の推進と述べた。2014年9月19日、日韓の在海、学会関係者らによるフォーラムで韓国が TPP 交渉に加わることで日本と韓国が共同して交渉を加速するということでも非常に意味があると思っていると述べた。 2013年10月1日、第14回産業競争力会議で、企業の競争力を高めるためには、従来からの労働規制にとらわれずに、メリハリを効かせられる柔軟な働き方を実現し、社員の活力と生産性向上を図っていくことが不可欠。労働時間に監視一挙に一律一様な規制緩和の適用が困難であるならば、特区で先行的に実施する、すなわち、 乱用抑止とセーフティネットの確保を担保できる企業を見極めつつ、その企業に限定して、特区での先行的な規制緩和を認めるやり方もあるのではないか。と述べた。2014年6月3日、2015年10月に予定する消費税率10%への引き上げは、計画通りの増税が可能と認識を述べた。2016年4月25日、 記者会見で2017年4月の消費税率10%への引上げについて計画通りやるべきだ。地震の後でもそう思っていると述べた。2014年9月8日、経団連幹部会議で政治献金再開に理解を求め、安倍内閣を全面的に支援する姿勢を明確にして影響力を高める狙いがある、等と,と報じられた。政治献金の再開は5年ぶりである。 2015年5月26日、記者会見で平和安全法制について政府は国民理解に対する努力をもっとしていただきたい。今国会中に成立をするという運びになることを期待したいと述べた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。